音楽ってやっぱりさ、人のあの波形だったりね、心臓の動きだったりね、そことリンクしてるんですよ。あと外の景色とかね、今外の景色はどうなのかなとか、今の世の中どうなってんのかなって言った時に、その音楽でつけた時に売れて、なんか人が心地いいとかなるんですね。でそこでちょっと自分のオリジナルでちょっと違うものを作ると全く聞いてくれないんですよ、これはね。だからね、その他のなんか YouTube のチャンネルでバンドがしたいんだっていう中学生がおったけどね、いや私はコメントでつけた時は、うん、やっぱりそれ夢じゃないからね、夢ね、音楽で飯食えるってもう時代はそれ違うよねと思ったけど、あれはもう2000年、いや99年で終わってるんですよ、音楽で飯食えるっていうのはね。で、あのやっぱ趣味でやっていくっていうのが一番ですよね。今はもうあの時もドラマとタイアップがあったからあの良かったわけで、ドラマとタイアップがなかったら赤字なんですよ、音楽っていうのはね。コンサートっていうのはサービスですよね、グッズを売ってね利益を上げるというのがコンサートなんですよね。コンサートやるときってやっぱりそのファンサービスみたいなもんですよ。なんか音楽で飯を食えるっていうね考えを持ってる人いたらね、ちょっとやめた方がいいなって言います。そう、お金持ちがやるんだったらまあいいだろうし、あと人のね気持ちっていうかね、本当に引きつける力が あるとしても、今サブスクの時代だからね、あの音楽で、うん、バンドしてなんか稼ごうとかね、お金持ちになろうというのはね、もう諦めた方がいいですよ。ただ趣味でやった方がいいですよね、うん、うちもね妄想族だったからね、昔はねバンドでねバンドしたいなと思ってたんですよ。だからそういう才能ないじゃん私と思ってね、妄想族だったね、ちょっと頭おかしかったんかもしれないね。音楽でさやっぱ飯食えるっていうのはやっぱりね、人になんか与える人じゃないと無理なんですよ。私は全く違ったねそう、趣味でねちょっとピアノ習ったぐらいですけど下手くそだったね、うん、大人で習ってね習うってすごくねダメですよ。やっぱ小さい時にね親からの才能引き継がないとね音楽の才能って出てこないですよ、うん、それこそ3代4代で続かないとね、その親に遺伝がないのにね音楽の才能とかねないんですよ。普通の人はもう4代5代先ぐらいいかないと無理ですよ。その人がすごく努力してなおかつ次の代に引き継いでその才能をまた伸ばしていって、その次の次ぐらいになったらやっと1になるんじゃないっていうのね。スポーツのねあの遺伝子がさ両親になかったらね、子供も運動音痴なんですよ、はっきり言うと。あの先生がいくら言ってもねできないんですよ、運動音痴はね。私もそうだから、うん、そしたらねやっぱり遺伝子なんだかしょうがないんですよね、両親に遺伝はないんだから。で努力した上で次の人にバトンタッチっていう感じですね、うん、ないものは作るしかないんですよ。だけど自分の代では作れないってことはね理論上なんですよね。ね、音楽でね飯食えるとかね、アニメーションで飯食えるとか、もうそういうの考え方がいいですよね、これから先は。自分でね自分でこう趣味でやっていくっていうのが一番じゃないかな。せめてこのネット配信とかいろいろあるんだからさ、今ネット配信で音楽作る人もいるじゃない、うん、趣味程度で音楽するっていうのがトレンドじゃないかな。アニメ自分で漫画描いたりね、これから先は漫画とかそういうのはもう売れないですよ、はっきり言うとね。あの電子書籍とかサブスクでしょ、うん、で子供が思ってさ、子供がバンドで生きていきたいんだとか、それはもうベーシックインカムにこれからなっていけばね、別にお金でねあの仕事する時代じゃなくなると思うからね。まあこれから先はやっぱり自動化とねベーシックインカムっていうのがトレンドなんですよ。あの会社で働くとかも違うんですよ、はっきり言うと。そしたら自分が好きなことすればいいわけですよね。お金にさ執着してさ生活すると楽しくなかったよね、昭和からずっとね。もうそれねやめた方が、やめる時がもうすぐ来るんですよ、もしかしたらね。それはみんながそう思わなきゃ来ないけどさ、外国はもうベーシックインカムになってるんですよ、はっきり言わせてもらうとね。うまく言うとお金配ってるんですよ、外国の場合はね。日本だけね配ってこなかったけど、2020年からねもうそういう感じだったんですよ。で日本のね場合はね情報が 70% カットされて、ね、入ってこないですよ、全くね。あの北朝鮮だってさ貧乏だと思ったらさ、すごく金持ちなんだって本当はね。テレビで見るのはすごく貧乏なとこだったじゃない、嘘だったんですよあれ、すんごい金持ちなの。でね違うじゃん、でロシアもすごい金持ちよ。あのなんかこっちがすごく貧困に見えるよ、はっきり言うと。日本でね